福岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲーム。バッターボックス内川、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。打席には5番バッターロペス。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。真ん中打ちました、わずかに右に切りました、ファールボール、ワンストライクです。打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックス森、ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。今日は見事な完封で白星を挙げました。ソフトバンクホークスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。